ただいまより、御用松の植え替えを行います。植え替えの前に、まだ3日か4日前なんですが、肥料をやられておりますが、やはり植え替えるつもりでですね、事前にまあ肥料をやめておくと、何かの都合で、植え替えできなかったような用事ができるといけないので、やっぱり時期的には肥料を一度やって、外した肥料は、何か違う樹脂へ与えるということですね。鉢の中の乾き具合もちょうどいい加減ですね。で、ご覧のようにもうこういう根がね、生き生きとした根が、これが一番いい状態ですね。4年経ってもまだこんな元気な構えをしております。なんかこうやって取るのがかわいそうなような感じですが、これをまた、植え替えるとまたすぐこういう時期ですので、生えてきます。まあこんな狭いところで、相当もう硬くなってますね、4年。まあ、環境が良かったせいか、こういう元気な根が出るんですが、もう一つやっぱり安心なのは、白い菌ですね。松の菌がつくと一番いい状況ですが、これが私の管理ではなかなかその菌が、ついてくれません。まあ、最近はそういう菌をつける肥料的なものが販売されているようになりましたので、その辺のチェックもしながら一度私も試してみたいと思います。今回は変えるつもりで準備をしておりますよね。これはちょっと浅いか。この方がいいな。この方が安心できるね。よし。じゃあこれをちょっと鉢の準備のために、このちょっと乾燥を防ぐために、シリカも多少乗せて、私は植え替えの時はほとんどこのシリカをちょっと底につけて、植え替えております。刺し目、取り木もこれでほとんど行っております。まあ土とか土の中のね、殺菌なども効果があるということですので、一度皆さんも売店に売っておったら、効能など眺めてもらうと一番よくわかると思いますかね。何もやらずにおるより、やっぱり私はやった方がいいんじゃないかなというふうに思います。
赤玉と藤綱、藤綱と3種類ぐらい入ってるんですが、これを巻きます。よし、ちょっとこっちが下がっとったけど、ちょっと今回は上上げる、針金を下の穴から通してグッと引っ張る方法と、それからまあこうやって針固定する方法、ちょっと、今回はこれにしました。まあ固定しやすいのは下からのあれでいいんですが、こういう微調整はちょっと針金の引っ張る方法ではできんで、こういう、ちょっとごめんよ、これの方がやりやすいですね、微調整は。あんまりひねりすぎるとポチッと、ま、切れる、細いで切れる可能性は1ミリのアルミ線ですからね、もうちょっと本当は厚み、粗いのを使った方がいいかもしれない、太いのを使った方がいいかもしれないね。まあちょっと、抜けようになっちゃった。よし。よし、これでいいぞ、もうちょっと、
飛竜砂は、あれだね、鹿沼土のような、やっぱり焼けた、噴火で焼けた土が多いんだね。鹿沼土のような要素を持ってる。だからこういうふうに浮くんだ。よし、良くなったじゃん。はい、OK。 いいだろ。